ご無沙汰しておりますどうもご無沙汰してます、えー、早稲田大学の牧先生にお話を今日は伺いながらあの私の本に ついていろいろ思ったことを伺えればと思ってるんですけども、牧先生の方からあれですかね、あのご質問がいろいろ出てくるんでしょうか、それとも思ったことをお,お聞きする感じでいきましょう,う、ねあの。基本的には私の方があるし、インタビューアー的な形であの、思ったことでさらに突っ込んで聞いてみたいことをどんどん聞かせていただくと、あの感想も含めてですけど、という感じで、はい、いただければと思います。よろしくお願いします。 よろししくお願いしますじゃああの今回この本読ませていただいてもう私自身が知らないこともたくさんあって日本の経営学者の人たち日本人の経営学者の人たちがあのこんなに活躍してるんだなぁと思いました。でやっぱり真っ先に思ったのが自分が博士課程に留学する時だったんですよね。あの やっぱりよ2010年に、えー、UC サンディエゴの博士課程で進学するんですけれども2008年ぐらいから準備始めて、えー、と特にアメリカ行きたかったのでアメリカ中の大学もあったんですけど、まあ、ほとんどの人に日本人はもういらないって言われるね。<laughs> <laughs> 中国人だったら考えるんだけどねっていう感じでした。<ー>なのでまずこういう時代が、まあ、あったのは知ってましたけどやっぱり本当にあったんだっていうことをリアリティで感じさせていただくっていうことはあのとても良かったです。でもう一個一方でよく最後、えー、と UC サンディングにいたビッシュ・クリッシュなんていうあの MIT、CC、ですけどが資料教員で引き受けてくれたんですが。 やっぱり彼が服を取ろうと思ってくれた理由はもちろん研究テーマがあったところもあるんですけど日本人が好きだったんですよね。 そして彼が MIT 時代に見ていた周りの研究者、日本人の研究者たちが、彼がとても好きだったんだと思うんです。その好印象があったから、太ってもらえたなと思うことが、あの感じたことが何度かやめられる間もあって、<ー>その背景って、この本に書いてあるような人たちの,あのインタラクションだったんだなって思ったのが、<ー>とても感銘を受けるところでした。 最初の質問にさせていただくとあの、私自身スターサイエンティスト研究みたいな、ね、はい、はい、で、その中で調べてみると面白いのが、やっぱりこれ、研究者って生まれたタイミングによって人生は大きく変わるんですよね。でえー、と特に、えー、と古法と的なものというか、例えばコンピューターサイエンス業界だと、1955年生まれの人は大学入ったぐらいの頃にタイムシェアリングシステムができるので、で一気にこうその業界で学びやすくなったんですよね。 でそこでスターが多いとでゲノム研究だと明らかに1990年代初頭に博士かボスドやってる人シークエンス技術かがやされたのでそこにスターが集積してるんです。で日本の経営学習にもやっぱりそういった要素があったような気がしてこの本にも書いてもあると思うんですがちょっといくつかあの1つか2つぐらいこういう古法と世代っていうのが特に有利だったんじゃないか。 っていうようなもしさ<ー>いただければなぁとちょうどそあうんそれで言うと多分1947年前後に生まれた研究者の方々というのがあのまあ注目を浴びるときにあの研究者の年の中んこう第一歩を 踏み出してたっていうそういう感じはしますですよね。あの加護の忠夫さんとか、はいはい。はい、あとまあ2年上ですけど、あの伊丹秀之さんとか、あのあと奥村さんですよね慶応の。そうですよね。その辺が最初の本のね最初の本にも出てくるあの一番の最初の方々ですよね。それはきっかけは何だったんですか。うん、どうしてこうそういうその世代がその10年前じゃダメで。 うん。十年、まあ十年後のまあ活躍する方がいると思いますが、十年前じゃなくてやっぱりその時代だったんですよね。うん。で何が変わったからなんでしょうかね。まああの二つあると思うんですけど、はい、えっと一つはやっぱりあの、えー、実証研究をちゃんとやろうというそういうあの世代になってきたということですよね。その実証研究というのはまああのー、当社自分でプログラムを書いてえー、っと実証あいわゆる コンピューターで計算するっていうことがまあ,あのやっとできるようになってきたっていうことですよね。これが一つですね。だから大学の例えば京都大学かなどっかが中心となって関西でもあのネットワークがつながっていて、それであのデータを取ってきたら、あのそ,そうすとその世代が生まれたっていう生まれた時代をおっしゃいましたが、研究者としては何年ぐらいに研究者になった方々になりますか？ 1970、73、4年じゃないですか。あでも、そんなに早い段階から、もうやっぱりその、えーと、いわゆる定量研究とか、データをシェアするみたいなのが経営学の中でも、うん、まあ始まってたってことですね。そうですね。1975年、な75年前後ですね。 なるほど。なるほど、その辺から。じゃあ新しい研究スタイルが生まれ始めたっていうことそうですね。はい、で、もう一つはあのえっと。さっき牧先生もおっしゃったように、あのやはり日本の企業に対するこう注目度があのまあ、75年よりももっと後ですけど、あの80年代に到来するっていうことですよね。うん、アメリカのあの研究者たちがあの日本の企業に対して興味を持って。持 でえっと、そ,れそれに対して、まああのね、あの日本語ってやっぱりヨーロッパの言語とも全然違うので、まあ、分からないことばっかりでそれを解き明かしたいというその中であの道,道先案内人として日本人研究者に注目が集まったというなんかそういうことがあったんじゃないかなと気しますけどね。 もともと校舎の方はもう間違いなく大きな理由だと思ってたんですね。つまりにに日本企業への注目度と日本の研究者がどのくらいこう、まあ、重宝されるかみたいなところのこう、まあ、マーケットバリューという意味でただそれ以外にもやっぱりこう、えっと、研究手法の変化みたいなものがその前にありそこでトレインされてた人がそれなりにいたからうまく乗っかれたという側面もあるということですね。そうでですねあの、えっと、大学の授業でその コンピューター使って計算するっていう、まあ、大変量解析するっていうことがま,まともにやられてたわけではなくて一部のエ,エコノメトリックスとかをけん勉強したとかあるいはアメリカに留学して帰ってきたっていうような人たちでこれからはコンピューター使って計算しないとっていうふうに思った人たちがいてそ,その人たち経由でこうなんかあの若い人たちが何、えー、ですかね あのこれやらなきゃと思ってやった人数人がなんかこうだんだんあの、えー、実証研究できるようになっていったってそういうです、ね、面白いですねあの。どっちかっていうとイメージで言うと日本で経営学っていうとあのケースを含めた定性研究主流で、まあ、定量っていうとどっちかっていうと、まあ、アメリカの方がまあはるかにこうやってる人多くてでもやっぱり初期のこの広がりっていう意味で言うと日本でも定量研究っていう。 あの形での実証研究が、まあ、それなりに最初の頃からあったっていうことなんですね。そう,う,そうですね。あの、えっと、私の本の中で、そ野中先生の章の中に出てくるんですけど。あの、野中先生も最初は、あの、どっちかというと、実証研究。まあ、あの、ご自身がやるっていう感じではないんですけども。あの、実証研究をやりながら。えっと、エクセレントカンパニーっていう本、あの、インサーチオブエクセレンスか。はい。 あれにやっぱり触発されてあのケースの研究っていうのは遅れてやってきたというかあのその傾向が1985年以降じゃないですかねどっちかっていうと面白いですね順番にちょっと違うんですね思ってたのとなるほど、うん、そっかそっかなるほどあの一方でなんか思うんですけど日本の経営学者もしくは経営学自体が ちょっとアメリカに振り回されすぎなのかなっていう感じもこの本を読んで思ったところの感想で, <laughs> でよくこれ実はこれつあの質問リスト作らせていただいた中で後の方にも出てくるんですけど実は小川先生この本のタイトル本当は好きじゃないんじゃないですかって思っているところがあって <laughs> これ世界標準研究を発信した研究者の物語っていうよりも 世界の研究を牽引した研究者の物語って本当は言いたいんじゃないかなと思ってうん世界標準研究ってどう捉えていらっしゃってそしてそんなものは本当にあるのかっていうのと好きか嫌いかっていうことを聞いてみたいなと思いましたいかがですかまああのアイコンになってますよねあのえっと早稲田の,その入山先生が出した、はい、あの本の中で「世界標準研究」っていうのが。 何、えっとえっと、ですかね、まあそ、そこそこの人数の方にあの本として手に取ってもらうためのタイトルとしては、まあ、この言葉っていうのは、あのあのえっと、関心を引きやすいだろうなっていうい。売るためというか、関心を引くためのタイトルとしては、あのとても分かりやすいと思うんです。うん、でも本当,に本当に言いたいのは、このタイトルじゃないんじゃないですかって。 思っってて、いるところがあああ、小川先生あそうですよねあここのだからあ,あんまりこの何すかね世界標準研究っていうところにこうフォーカスが当たりすぎるとよくないなっていうかむしろこれあなんか読んでもらってからまたああの全然違う。 イメージで、あの、この、中身を理解してもらった方がいいなっていうのは思ってます、ね。じゃ、私の今の、この素朴な疑問は、まあ、あの、まあ、想定の範囲内というか、健全というか。それ、うん、うん、いや、これ、タイトルね、えっと。白頭書房の社長には、他にも三四個出したんですよ。で、はい、あの、白頭書房の社長も、実は、もともとは、このタイトルじゃなかったんですけど。うん、あの、いろいろ編集会議をする中で、この。 タイトルに収まったみたみいですねなるほどちなみにう他にはどんな案があったのかって聞いてもいいですかあんまり、あ、それがねあんまり覚えてないんですけどあの白頭処方の社長が言ってたのはなんか理論が生まれる時とか,、うん、なんかそんなことあ確かにだから売れる意味でキャッチーかっていうとわかんないですけどなんかとてもこの本で言いたいことが表されてるところもありますね。<laughs> う<ん>あの一方でなんかこう 日本の経営学っていうかあのまあまあそもそも日本の経営学っていう概念が何なのかってところもあると思うんですけどあの一方で90年代の後半ぐらいから大幅にコンピュータインシャルパワーが上がって、うん、インターネットによってデータ共有が進んで一気に定量研究主流になり訂正がまあ少なくてもアメリカの中では減っていくっていう現象が起きてで 日本の経営学者ってよくも悪くもその変化、えー、よくも悪くも対応してないなって思うところがあるんですけれども、その辺のこのアメリカに振り回されてきている歴史なんじゃないかっていう視点の話と、日本がこう独自性をやっぱり持ってるんだっていうせうめり合いが、やっぱりこの本の中でも結構あったような気がして、その辺はどんなふうに考えていらっしゃって評価なさってますか、現状。うーん これはちょっと、真木先生の方がが適任者じゃないですか、このことについての、あのなんですかね、あのお考えをこう話されるとすると、まああの、私はシンプルに、えっと、えー、これはちょっとなんか間接的なお答えになるかもしれないんですけど、あのいわゆる実証研究をやろうと思うとするじゃないですか。はい その時にあの共同研究者は日本人じゃない人と組もうと思いますよね。あはい、思いますね。はい、<laughs> あのでも、どっちかというと、日本の大学で勉強された方って、日本人でそういううパーートナー探しますよねそうですね、その傾向ありますね。はい、はいあの、えー、っとということ なんんていうんですかね教育のレベルとしてもその使ってる経験値としてもやっぱそれはもう勝てないんじゃないかなっていう感覚がありますね,ねかそか。そういう意味で言うとこの本を読んでおうって思ったもう一個のことがあって、えー、とアメリカで博士を取った人の話がかなり出てくると思うんですけどコースワークの話がほとんど出てこなくてで僕は博士入った時っていうのはもう思い出 語れって言われたらいかにコースワークがつらかったかが7割ぐらいは多分僕は語ると思うんです。あのでこの方が研究の中身だからって話もあるんですけどこれでもアメリカの大学院の家庭のプログラムがどっかでドラスティックに変わったんじゃないかって思ったんです。コースワークがこんなに厳しくて標準コースワークは多分アメリカのどの学問分野もそうだと思うんですけどえっ、ー、と 研究者が移動するのがとてもいいことだっていうのがアメリカの規範として前提としてあるじゃないですか。でもそれを成り立たせているのはコースワークの標準化だと思っていて、うんうん、ある基礎知識をみんな持っているから入れ替わってもいいよねっていうこと。で、えーとまあ、日本はそれがないから、えー、と博士の。 えと他のところに移ってうまく交わらなかったりとか、そもそも、えー、と他の大学の人たは取らないっていうところが、いまあ、未だに残っている部分があるんだと思ってますと、ただ、経営学分野ではコースワークって実は、この20年ぐらいの流れなような気もして、えー、皆さんどうだったでしょうね、この博士、取られた方って。あコースワークですからくどのくらいやってたんですかね、皆さん。あんまりなかったですかね、昔。 コースワークで何度か落第しそうになったし、えーと、クラス最低点取ったこともあるし、あの結構落ちこぼられてたんですよ。えっとね、<laughs> えっと、あの、えー、っと、伊丹先生は多分あの、カーネギーメロンではかなり経済学によったコースワークをされたんじゃないかなっていうのこれ推測です。はい だからエコ,エコノメトリックスとかあのスタティスティックスは相当あのゴリゴリやったんじゃないかなと。イギリ先生っていう、まあ、あの会計学者の元でっていうのもあったと思うんですけど <No. S 1>、えっと、野中先生はそれで言うとあの、えっと、いわゆる実証研究とか統計については あのそんなにコースワークでヘビーにはやらずにむしろあの社会学っていう分野の社会学の博士課程の学生と混じってやったという意味で社会学のコースワークはかなりゴリゴリやられたという感じですね。なるほど。それで多分ねあの いやちょっとこれあんまり真剣にしゃべるとあのよくないんですけど、まあ、冗談的に言うと村中先生がよくお話になってるのは統計学とかあの授業あるじゃないですか。はい、でそれあの,あのえっと清水龍英さんっていう企業成長論やってた人が慶応の,あの小学部今の,あの清水明さんっていう小学部の消費者講でやってるあの先生のお父さんなんですけど。 がバークレーに来ていて、あの、清水さんにやってもらったって公言されてますもんね。あ、なるほど、なるほど。でもそれはでもう共教としてチームでやったってそんなような意味ですよね。いや、先生の名前でレポート書いて、実際やってたら、ねえー、清水先生が書いて絵をもらったっていう話はよく聞いて。<laughs> なるほど。まあでもそれもありなような気がしますね。えー、なるほど、そういうこともあったんですね。で、藤本さんなんかは、 あのえっと DBA だったのでむしろあの MBA の授業でケースをたくさんやったっていうのが実際上のコースワークに近いものになってたんじゃないかな。まあえっと、こ,これママキさんなんかは牧先生なんかは、えっと、共同研究者とかいろんな人から聞いてるかもしれないんですけど。 あの私の印象でしかないんですけど、MIT とハーバードを比べると、MIT の方がコースワークはかなりあのゴリゴリやらされて、ハーバードはどちらかというと緩やかだったっていう、そういう印象ありますね。あと、えっと、MIT の場合は統計学とか勉強するのは全部ハーバードの教育学部に行ってましたね。あなるほどねでその、やっぱりなんですかね、まあ、サンディエゴの場合はあれですか、えっと、スタンフォードが近いんですかね。 それはえっと授業を取りに行ける距離っていう,、えっと、っていう意味ではあのかなり距離がありますただす例えば UCLA の授業とかは取ったりしてましたああそれに近いんですよ要はあの博士課程の学生はどっちの大学のどの、えっと、コースあの授業があの一番教えて 教えるのがうまいしあの身になるかっていうのは共有されていてそれでその科目ごとに、えっと、大学を移動しながら受けてるっていうそういう感じでしたね。なるほどね。でもそう,そういう意味で言うとあの思ったより変わってないのはまずその大学ごとのこう違いみたいなところがあのまず大きいんだろうなとで、まあ、ハーバードはよくばるくばいろんな意味で特殊で、うん、なんか MIT 的なプログラム に近いものがアメリカ中にもう中に多いのかなという印象をどちらかというと、思っていますと。で,、ねでえーと、クオリファイングエクザム、つまり2年目の終わりにそれまでで取った科目の共通試験が、えー、とあり、そこを取らないとキャンディエットになれないという、えー、と思想感がかなり浮くの時代はあったんですよね。で、これってかなり昔からそうだったんですかね。我々の世代はそうでしたね。 あのいやだから多分あの千1980年代に留学した人とかまでは同じじゃないですかやっぱりもうそこが本当のなんか関所になってるっていうイメージじゃないですかヨーロッパは全然そういうのないですよねそうですねあ,のあんまりそういう話は聞かないですよねあのインコンプリートの人めちゃめちゃ出てましたよだからああ<ー>で プラスアルファで何かやらないといけないとか、もう一回受けろって言われてるとか。あのなんか,かさっきの,その最初の方の、誰と共同研究するかみたいな話の時に、やっぱりあのコースワークをやって、クオリファイエグザムを通っている人っていうのは、言語が噛み合うので、どの大学出身でもアメリカの中で、やっぱり研究しやすくて、まあ、そこがやっぱり日米の博士課程で、やっぱりかなり差がついているっていうところ。 がまあ、確かにその、これ多分後半の方でも質問させていただきたいんですけど、研究者のコミュニティが大事だったっていう話があって、それが今とてもやりづらくなっているみたいな話も、そこのギャップが大きくなってるからなのかなっていうのはち、ちなみにあの、ま、牧先生はこれからどうされるかわからないんですけどあの、よくあるパターンは、要するに、あの クオリファイングエグザム用に、まああのえっと、めちゃめちゃ勉強するじゃないですか、いろんな論文を読んだりするじゃないですか、大体、はい、日本の研究者の方、帰ってこられて、それで教科書書きますよ、ね、ああ、なるほどそう、そういう意味で言うと、僕もそれを今、えっと、早稲田のビジネススクールの授業で学生に読ませる授業をやっていて、大、え、体、っと、それを本にまとめて、えっと、出版予定で、あと数か月の予定というか、<ー>まさにそれをやってますね、確かに。 日経から出た M シリーズっていうので藤本さんとか慶応の,の浅川さんとか出されてますけど、はい、あれもあの多分ジェネラルエグザムクオリファイングエグザム用にやったものだと思いますし多分うんい入山先生とかもそうじゃないですか一冊目は多分そうなんだと思いますその後はいろいろ分野広げられてると思いますけど確かにそうかだから 自分ががややっっってててるるこことととの方結構近いですねでも,、うん、でもその基盤があるから次の研究しやすくなるしまあただこれも難しくてこの本読んでもう一個感じたのが経営学は輸入学問なのかっていう話だと思うんですよね。<ー>あの留学する前に今よくもともとずっと慶応にいたので慶応の先輩にたまたま東大でカンフレンスあった後に。 東大の三駅に連れれてて行かれて<お>ちょっとそこを見ながらどうして連れてったかって言われた時に夏目漱石は東大の教授が大嫌いだったとだから夏目漱石の方の中では、うん、あの先生と呼ばれる人は必ず大学の先生ではないと。 でその一番の理由は彼は東大で留学して戻ってきた人がアメリカで学んだことをそのまんま授業で教えてるだけだと何もクリエイティビティがないと,<ー>えとでそういう人にはならないでくださいねってこう言われたみたいなところがあってでまあだからそういう意味で言うとクオリファイングザムで、うん 学んだ本ことを本にするっていうのは典型的な、ね、輸入学問なのであ<ー>それはそれでいいことだと思うんです。なるほどだけど、うん、まあなんかやり続けちゃいけないことでもあるのかなっていうところが常に悩ましいですよね。あ どうなんですか牧先生が今度出される本についてもやっぱりあれですかその輸入学問的な感じで書かれてるんですかいやこういう質問したらなぜかっていうと、はい、藤本さんにしてもあの浅川さんにしてもあの要は向こ,う向こうで勉強したことを消化しつつもやっぱり藤本職がついてたり浅川職がついた形でその人の中でのこの。 えっと、学んだことのまとまりっていうのでなんかあのテキストブックになっていてそれはあの決してアメリカで発売されてるようなああいうテキストブックの構成になってなかった中身になってない,ていうそういう印象があるんですけれども、ね。うんあの どの論文をどういう順番でどこに構成してどう紹介してインプリケーションは何かそして論文のつながりの物語を構築するみたいなことをやっているので自分の色は、えー、出ていますうん、うん、ただそれは何て言うんだろう論文で言うとレビューペーパーを書いているのに近い、うん、あこのペーパーだなーっていうところがあって、うん、でそして あの、えっと、間違える価値があることだと思うんです。それ自体は。だから自分もやっているし、た、うん、だ、なんかすすけけけ、研究者っていろんな仕事があるので、そのうちの仕事の一つとしてはいいと思うんですけど、うん、それがメインの仕事になり続けることがいいのかどうかとか、悩ましいですよね。ちなみに私はその m シリーズ書いてないので、はい、あのー、はい えっと、そういう面で言うとえっとまき、あ、先生もそうですけども多分同じ学年にいた人たちはそういう同じクオリファイングの,あの勉強をしてそれで学者にな研究者になってるでしょうそういう人たちはそのクオリファイングの,あの時に読んだやつをどう使っているかというと自分の,あの研究論文を書く時の あのエンド我々の当時でエンドノートっていうのがあって、えっと、それ使いながらあの引用文献をこうあのそこの中のものを使ってっていう形で研究論文書くのに使ってるんですよねだから日本人の研究者みたいに教科書書くっていうのは絶対にしてないんですよね。そそうですよね、まあ、なんかそれは言語の壁みたいな つまり日本語にしないとっていうのと、うん、日本マーケットがそれなりにでかいから成り立ってるんですかねうーんでもなんかもう少しえっ、ー、といい意味での使命感とクリエイティビティがその日本の研究者にはあるような気がするんですよね。うんうん、えっと先生のこのこ あのこうおっしゃるその輸入学問っていうのはど,どういうイメージですかね、あのいやあののやそうですね僕,僕のイメージはこれが最先端のアメリカの経営学だぜとかこれが今出てる理論だぜみたいなやつをもうあのそれの解説本を出すっていうのはもう輸入学問化してるなってイメージなんですけども。もうん、うん この辺が難しいなと思って、あのこれ、最後の方にあのエリックの話のところでも、アメリカの中でも論文ではなく本を書いて、そして論文が多いみたいな話が出てくるじゃないですか。うん、あのそこともつながる話だと思うんですよね。つまり、えっと、すごく狭い意味で言うと、トップジャーナルに載るファーストオーサーで、 なんか自分でオリジナルのある実証研究をしましたみたいなのが一つのエクストリームな輸入学問ではないオリジナルな学問だと思っていますと。うん、で、えー、と逆のエクストリームは単に英語のものを翻訳しただけですみたいなそ<ー>れが単なる輸入ですよね。うん、で多分日本語で自分なりに構成をして解釈を加えてみたいなもしくはあの ある種の体系化みたいなものが入ってると思うんですよね。知,知の体系化みたいな。そこはこう学生じゃないとできないオリジナリティのところで、それがさっきのスペクトラムの両極端な間ぐらいに入るんだと思うんです。うんうん、で、でもなんかあれですよね、あのまあこ,のこの中で言うと、いくつかの本なんかはそもそも英語で出してたりとか、いや本当はだからそれが英訳されてアメリカでも売られるようなものであると理想なんでしょうね。 うん、日本語だけで終わっちゃうともったいないんだなっていう本当にオリジナリティがあるとするとそこの構成に。えっと、そういういいい本が出るとでなかなかうも、ん、ちょっと今書いてる本もそこまでいくかどうかっていうところが、まあ、あとその難しいのはあ,あとそうあのこれ研究者のクリエイティビティっていうかなんか これも一つの評価だと思うのはアメリカの授業を特に博士の授業を受けてるとシラバスが結構充実してるじゃないですか。どの先生がどんな論文をこう学生に読ませてどんなふうにあの15回を構成しているかっていうこと自体がもうなんかそれ自体がオリジナリティがある研究者としてうん、うん。ありますね。 そういうところから持ってきたものを自分なりに構成しているところがあるんですよね。完全にゼロからそのリストを作れてたらかっこいいなって思うっていう。ああそうですよね。まあ,あのうんそ,そうですよねい。いわゆる向こうでもスターの経営学者っていうふうに思われるような方はやっぱりシラバス見てもなんかこう独自の視点で構成されてますよね。 でですよねそうなんで、うん、でクオリファイ・エグゼブなんかも、えー、とそれよりもうちょい幅広いですけどそういうシラバスのくく組み合わせみたいなところはあって、うん、だからまあそこって自分のオリジナリティをさらにどう加えるかみたいなまあでも自分なりに結構入れ替えてますけどねとはいえ時代も変わってるのであのまあただその 青く、だから、えっと、それを、えっと、そういう本を書くことを批判しているわけでは全くなく、自分もやるので、やってるので、今、面白い,いことだと思ってるんですが、ちょっぴり悩みがあるっていう、その、えー、ジャーナル論文との違い、あ<ー>みたいなところ。ただ、これもなんかあ、そう、あの、昔、アメリカに行く前に、あの、まあ、留学したいなと思った背景に、あの、 黒川清さんと石倉陽子さんが書いたねキャリアの作り方ってあれ結構読んで、えー、と20代だったと思いますけどとてもインスパイアされてもともと海外に住んでて帰国子女だったのもあって海外に行くのは慣れてたんですけどあでもキャリアこのまんま日本に、うん、特に慶応に15年いたのであの卒業しても残ってたのでちょっとなんか世界の狭さ感じてるとかってで,であの本読んでインパクトあったんですけどすごく疑問だったのが どうして世界級のキャリアの本を書いてる二人が日本住んでんだろうなって思ったんですよね。で、それは黒川さんにも後、石倉さんにも後にこう面識ができて、二人そのまま直球でぶつけて、うんあまあ、どっちも答えうっと詰まっているところを感じたんですけど、いろいろ言ってましたけどね、家族のご事情とかいろんなことうん、うん、でを。えーといっ 一方で、僕、えー、自身はアメリカからあ行くとき、ちなみに戻らないつもりでいたんです。で、あの、博士あとか留学するときって大使館の面接行くじゃないですか。F1 はい、はいえー、ビザって必ず聞かれる質問が、博士取り終わったらどうしますかなんですよね。うんうん、そこで NG ワードがあって、アメリカで仕事を探しますって言った瞬間に引っかかるんですよね。なるほど。 つまり学生はそっと雇用奪っちゃうからそういうこと言っちゃいけないとでもアメリカで送りたいと思ってたし日本帰りたいっていうのは自分の気持ちが違うそになっちゃうから、うん、世界でどこかで仕事を探しますって答えたんですけどじゃあ何のために質問なんだっていう感じがしますがと <laughs> いうぐらいあのアメリカでも仕事を探すっていうのを覚悟してたんですただ結局日本に戻ってくることにして 一番大きかった理由は、まあ、これで消極的など積極的には両方あるんですけどあの、ちょっと消極的な方から言うと、やっぱりアメリカのアカデミアで戦っていくことはつらくて大変です。で、特にアメリカの研究者を一番不幸にしているのは、博士を取って、えー、とテニアトラックに乗ってからテニアになるまでの5年間ぐらい。 えとやりたい研究を全くやれず、えーと、論文を書くためだけに時間を過ごさないといけない。えー、とそれは研究者の人生としては間違ってると思いましたと。だからそれはやりたくなかったんです。で、日本はまあ、よ、まあ、くたまたま運よく日本で採用をあの得られたっていうのもあるんですけど、えっ、ー、と、まあ、もちろん自由度があるだろうと思いましたと。でも、もう一個積極的な理由があって、経営学をこの分野でやっている以上、 実務より役に立つこと,、えー、と、つまり論文書いて終わりじゃなくて実務家へのインプリケーションなりきちんとこう、まあ、社会実装をするところまで含めてやれて初めて学者としての価値があるだろうというふうに思うところがあってどう考えてもそれは日本人はアメリカの主流に入れないので、えー、と日本の方がやれるなと思ったっていうことがあります。 でそれと近い話がさっきの,ほあの本を書くっていう紹介っていうのもまさにそれの一つのルートを増やすっていう話、まあ、なのであの、まあ、そういう意味で言うととても思いがあって、まあ、そういうミッションでやってるとまあなんかそんなところですかねうんただただちょっとそうするとやっぱりジャーナルの本数は減っていくのでそこのジレンマみたいなのはとても悩みますよね、うん、えっと牧先生自身は 日本に帰ってきてきど,どういういスタだから、えっと、これどあの私の方の中で言うと延岡さんは、えっと、帰ってきてから45年の間はまだあの結構アメリカのジャーナルに出すっていうのを続けてたんですよねでまあ実際出てたんですよね、はいはい、SMJ とかに数本出てたりでまあ,あの、えっと、日経史を取ったりアメリカで本出したりし,たしてから したあとからちょっとこう、あの、えーまあのまなんか、価値づくりの経営みたいなことをやり、はい、や,やるっていうので、まあのちょっとジャーナルからは離れたあの感じになっていったんですけど、牧先生はどうですかどう、どういうスタンスですか。と僕は、えーと まあバランス取りたくて両方やりたいんですけど、えー、と今ちょっと日本戻って、まあ、特にコロナもいってから教育の部分とかいろんなことがかなり忙しくなっちゃって、思うようにやれてないんですが、まず、えー、とジャーナルを、えー、と出し続けるっていうのは、えーと、基本的にはやりたいスタンスですと。で、えー、と結局、R&R、えー、含めて、例えばそのマネジメントサイエンスとかリサーチポリシーとかには日本に戻ってきてからも出してはいます。 ただ、えーと、アクセプトをされているものの本数はまだ多くなくて、えー、とそこは、えーと、一つは自分が時間を取れなくなっているのと、共著者がやっぱり海外でバラバラだと、そのコミュニケーションがなかなか取りづらいっていうところがあって、特に R&R になった後って、えっ、ー、て、 ものによってどうしても時間かかってしまう、その言われることがあって。っていうところで苦労しているっていうのがあります。ただ、だからそういう意味では延岡先生とも近くて。えっと、出し続けるっていうのがちょうど、って一回五年ですけど。基本スタンスではあります。なるほど。なるほどただほ、本を書く自由さっていうのが、なんか研究者の醍醐味だなって思うところ。やっぱり、なんて言うでしょう。 僕よくあのスターサイエンティスト研究をしているといかにサイエンスがソーシャルなゲームかっていうのを痛感するわけですよね。うんうん、つまり PR ビューなんてあの人嫌いだと思ったらやっぱり落とすわけですよね。かなりその人間関係で成り立っているゲームのルールに、えー、っと乗っかってあこれこの本で最後に出てたこれって。 えエリックのセリフだったでしたっけあのリサーチプリシーで落とされてすごい怒ってるシーンがあったじゃないですか。はいはい。よくあれ怒りすぎだろうと思って、ジャーナルだってそんなもんだと読んでた思う <laughs> <laughs>。というぐらい、なので、そんなゲームのルールに乗っかるよりも、もうちょい長いスパンで社会が、こう、授業できるような本を書くっていうことの価値。う はえー、と学生にとって大事にしたいので、えー、と半々ぐらいに今後はしていきたいっていうのがなるほど自分の思いですかね。でそれが世界で数少ないやりやすい国が日本なのかなって思うところがあってあのだからそこがもっと強くなっていくといいと思うんですよね。であのグローバルランキングみたいな話の中で。 大学の研究者がどんどんそのランキングに汚されてこうあの本質じゃない、えー、と研究するようになっているっていう現状なんかもう少し変えていかないといけないんだろうなってあの思います、うん、あそ,それでいうと牧先生のんですかねあの近いスタンスでやってる研究者っていうと同じ早稲田の,あの学部の方の小学部の清水宏さんが近いんでしょうね。 ああそうですね、両方あのやってますよね、あれ、うん、ほどの何ていうかあの、実績が出せる自信はなかなかないですが、本当にそうですね、あのロールモデルのお一人です。というんまあ、場合、ちょっとそのさっきの社会実装みたいな話が、ビジネススクールで言うと、ビジネススクールの学生を教えるのがとても楽しいので、そこに力を入れすぎてしまう。 あのところがまあ,あのもう一個の柱よくもあるくもなんですけど三つの柱でともう一個あるのが若干違いですが、うん、あのそれが学部メインで教えるのとビジネススクールのメインで教える人のなんとなくのプリファレンスの違い、うん、ただ僕ビジネススクールの授業も、えーとままえー、と去年と同じことをやるんではなくさっきの先端的な世界の知みたいなものを集めてきてつまり 僕えー、と新しい分野でも誰がスターか分かるのでそうするとそのスターのシラバスを集めるみたいなことをやりそうすると新しいことを構築できるわけですよね日本にいてもっていう授業を毎年意図的に組み込むようにはしていてそうするとまたそれが本になっていくじゃないですか。うんうん、っていうようななんとなくプロダクションシステムみたいのは自分の中でできつつあってあのなんか それもやりただそうするとジャーナルがなんかだんだんやんなくなってくるからなるどっ、ね、っちがいいいかなっていうところ野中先生はその点上手ですよね。あのこう会話ベースでいろんな今あの牧先生がおっしゃってるような先端の研究やってる人たちと交流を持ちつつ、えっと、論文の書き手としては自分以外の共著者を上手に見つけつつやってますもんねそうですよね。 あそうだこれ、改めてそうこの本でもう1個思ったのはチームの大事さですよね。あのそうでもそれはすごく面白くて、くて一方で日本で矛盾感じたのは例えば昇進審査の時とか大学にいると思いますけど未だに単調じゃないとだめみたいなところがあ,あるんでしょうねあの神戸はもう十何年前から強調で昇進してますけどね。 もう早稲田は単調なんですよね、えー、原則は。でまあこれ日本の本を書くっていう文化があったから単調なのかなとも思いあのつまり実証研究をやろうとして定量分析でこれだけたくさんデータがある時代に単調なんてもうありえないって思って。 いたのでなんかこれはちょっと日本の特殊性というか、こうあのパスディペンデンシーみたいなのがあったのかなってあの思ったんですけど、大学でもやるんでしょうね、そこは。単調で評価するのあいや、あの経営学では普通にやってるのかもしれませんけどでも、経済学なんかもうありえんでしょ。いやありえないと思います。うん、ねえ、しかも、差読突き出せ、あの出しましょうっていう話になってきたら、余計ですよね。 そうななんんでですすよねそそそそうそうううままさにそうなんですだからまあそうそういう意味では協調の大事さとかパートナーの大事さっていうのがあ日本でもやっぱり昔からあってそしてうまくやってる人はうまくやってるんだなーっていうのはとてもよく分かります。まあとスターサイエンティスト研究やってるとスターサイエンティストも結そういうのを見つける人がうまい人なんですよね。うんうん、そうですよ、ね、だかいやっぱり一人じゃできない研究やるっていうのはやっぱり重要ですよね。 と思いますそれがとても面白いですよね。で、あとそう、あの確かに日本人って日本人同士で組む傾向はありますけど、でも、やっぱりいくつか行動経済学ってイスラエル人同士の共通者だらけですよね。ああ、そうですか。はい、いや、でもそれはちょっとそんな、それはあのそうかもしれないなと、ちらっと思いますね。で、えー、っと、結構なので、 あこれ、よく、日本、アメリカ行ったときにいや、日本人としてアメリカに留学するってとても勇気いったんだよっていうことを向こうでちらっと言ったときに、ドイツ人の先生にクスッと笑われて、そう思ってるの日本人だけじゃないんだよみたいな、ドイツ人だって一緒なんだよみたいなことを言われて、ちょっと日本人って日本人を特殊だと思いすぎる傾向に、えー、とある傾向がある気がして、いや、実はこの本で書かれているようなことって、 ほかの国でも結構起きてるんだろうなっていうこと。をもうちょいなんか広げるときっとすごく面白いなと思います。最後のようで、ヨーロッパの。あの、えー、研究者と。が増えてる、あの共同研究が増えてるみたいな話ありました。だけど。ドイツなんかは、なんかちょっと似たようなも、あの傾向がきっとありそうですよね。まあ、ドイツがまさにそういう状況だったから、あの、このエリックフォンヒッペルが上手にその、その人たちを。 コミュニティとしてて巻き込んだっていう感じですよ、ね、確かに確かにそこもスター性ですねまさにうそういうところを見つけてうまくコミュニティごとにこういい人材を引っ張ってくるっていうあのとても面白いと思います。 あのあいねあの牧先生のさっきの話でねあのすごい興味深いなとお思うところがあいくつもあるんですけどそのうちの一つですのイスえっ、ー、とイスラエル人行動経済学はイスラエル人があの、はい、ほとんどやってるっていう話じゃないですか、はいはい、でよくね僕はあのなんていうんですかねあのまあ、に日本のあの若い人たちとあのこの本を対象に議論するときにその我々で、ね、日本人 としてね、例えばイスラエル人がイスラエル企業を対象にしてヘブライ語で書いた論文読むかいと <laughs> <laughs> いう話をしててあのあのもし読まないとしたらそりゃ日本人が日本人だけで日本企業を対象にして日本で書く論文なんて読まんわな誰も世界中と。うん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 、ね、あ<の>まさにそういう話ですよね。うんだからまあ まあ、若い人と話してるので言うとだからまあ,あのメンバーも対象もやっぱり言語もあの一番あのみんなが読もうと思うものをあのターゲットにやった方がいいんじゃないのって話にはなるんですけどね。そうですよね。まあでも基本的に論文書的にオーディエンスにとってエフェクティブかどうかっていうのは。あの とても重要ですよ、ね、オーディエンス小さくてもエフェクティブだったらいいと思うんです、うん、あの場合によっては、うん、でもなんか誰も読まないようなものっていうのはあのとてもあれですよねあのいや例えばそのウーもう今あんま直接博士持つことはないんですけどあのいろんな,あのちなみにビジネス,スクールのルールであの今は持ってないんですけどあのでもまあえっ、ー、と 科学技術とアントレシプレナーシップ分野みたいなことをやってるとあまずそのゼミの学生の構成が面白くてやっぱりあの特に夜間の学生はもともと博士を持っている学生が MBA 人が MBA の学生になることが多いのでこの、えー、と4年間でよくえっ、ー、と 博士を持っている MB の学生5人目なんですけど、まあ、まあすごい率なんですそうすると結局いい研究するんですよねなので、えっと、外に出せるような研究になるわけで1年間でも博士持ってる人があの収録書けばでもその時にやっぱり議論するのはこれ英語で注目される可能性あるんだけど英語で書くと日本人の実務家読んでもらえないから読んでくれなくなるから 結局、日本の実務家に読んでもらうことを目的にしたいんだったら、あの日本語にした方がいいかもねっていう時もあれば、まあ、両方のケースありますけど、そこを意識するのはとても重要ですよね。うん、で、もう一個、これ、日本の経営学者と、 やっぱりアメリカの学者ですごく感じるのが多分これ外的妥当性の話なんだと思うんですけど、えー、とつまりある理論なりん関係があってそれを実証研究したい場合に、えー、と最も検証しやすい、えー、とサンプルを選ぶと。 いう時にそれがたまたま日本だったりたまたまアメリカだったりするということで最後その研究は日本の特殊性を語るんではなくて一般化する研究しなければ、えー、と海外の人は読んでくれないっていうことじゃないですか。うん、でもそれが多分これコースワークの影響もあるのかもしれないですけど、えー、と日本の研究者は比較的外的妥当性が低くても日本のコンテクストに合ってるのがいい研究だって。 えー、あ考える傾向にあるような気がして、なるほどそれはもしかしたら、えー、日本が強かった頃に育った研究者の人たちのレガシーみたいなのが、いまだに教育の中に入ってるんじゃないかなっていうあそうかもしれませんね感じはちょっぴりしますね。でそこがこう次の世代を作る時の一つの課題、それが悪いとも言い切れなくて。 つまり、えっとああの、定量研究一般化外的妥当性重視みたいなのがいい研究かっていうと、ケースバイケースなので、あの両方やっていかないといけないんですけどね、ただなんか、バランスが悪いかなっていうとあの日本だけで研究しちゃうと、あのというのは感じ。 なんかこれそういう意味で言うとさっきから経営学者って言うたたびによくは違和感を持っていて、えっと、僕自分自身が経営学者かどうかよくわかんないなって思って <laughs> いや僕多分日本の多くの経営学者の人からはあんたのやってる分野は経営学じゃないよねってずっと言われ続けてるんですね<ー>でまあ確かにそうじゃないかもなって思うところもあってで 結構日本で経営学って言って、まあ、だから多分世界標準の経営学みたいな言い方を多分する時もあると思うんですけど、日本でずっと経営学をやっている人って、なんかバウンダリー引くの好きだなと思って、ここまでが経営学だって。ああ、そうでしょうね。で でそういう学問って多分捨れると思うんですよね。うん。バウンダリーっていうのは広げていくものであって元気で、うん、元々やアイデンティティクライシス、まあ、領域の学問なので確かにアイデンティティクライシスがあるのかもしれないですけど、うん、あの例えばアメリカのビジネススクールにいて教員で「私は経営学者です」って自分で言ってる人はあんまり聞かないんですよね。て、うん、か経営学者って英語で何て言うんだろうと思ってマネジメントスカラーですかね。 でもエコノミストみたいな表現で絶対に似たような言語であんまり使わない気がするんですか使わないですね。で日本人だけですよね経営学者ってこんなによく使うの。でそ,そこへの違和感があってえっとそれそれやるんなら世界での強みにすべきだし、うん、そこのバウンダリーがあることを。うんえっと もし強みにすることのことができないんであればもっと学際的な学問に移るべきだと思うしあのそこはとっても悩みますね。でよくはどっちかっていうとサンディエゴ時代に、えー、っとそんなに数学得意じゃなかったのであそういう意味で言うとあのそのあもう結構忘れられないセリフで言うとその やっぱり自分はその指導教員のビッシュから日本人の研究者たくさん見ていて勤勉でで日本人って数学もみんなできるしってでで,でそう思って期待してあなた取ったのになんか数学できないのねみたいなこと言って <laughs> あこれ今後日本人取ってもらえなくなるみたいに思って結構そっ,ったんですけどあのまあそんな数学得意じゃなかったのでフルにコースワークを経済学ディスプリンでやるって言われたら、えー、と多分生き残れなかったと思います。 でよくその時新しいプログラムだったら、でよく経済学だけだと,、えー、っと勝てないから、えーっと、心理学との間のディスプリンを自分で作らせてくれと、つまり構想学自分で考えるから、えーっと、こういう間でやらせてくれと交渉して、結局その間でやったんです。で、今だからやっぱりその両方をやれた、中途半端なんですけど、両方をやれた。えーっとまあ、特に SUC 出身だとそういう学際的なことに慣れていたっていうのもあって、多分そのカルチャーもあったんでしょうけど。 あのそこの組み合わせで結局やったんですただまあどっちかっていうと経済学っぽいことにあのディシプリンを置いていてそうするとやっぱりエコノメとかあと最近だとフィールド実験とか科学的実験みたいなあのステファン・ドムクみたいな分野が、まあ、とても自分の中ではしっくりくるんですよね。でビジネススクールでもそういうような研究法を教えたり、えっと、しているんですけど。 やっぱり、えー、とそういうことをやることへの嫌悪感みたいなのが、えー、とずっと日本にいる方は持ってるんだろうなっていうことを感じることあります。<ー>経営学ってそういう学問じゃないからみたいな。<ー>あの別に早稲田ビジネススクールも多様性が大事なので全然大丈夫なんですよあのやれるんですけど、なんとなくそこのコンフリクトみたいな。 なものを感じたりりすすることありますね、うん、えそれは、えっとあのえっと、ど,どういうイメージですかねあのアメリカだとほらあれじゃないですかさっきの話じゃないですけど社会学者とか心理学者とかって、まあ基本的に要するにディシプリンをベースにやってる人は何とか学者経済学者とかっていう感じでしゃべりますよね、はいはい、でも経営学の場合はディシプリン応用分野じゃんっていうそういう認識ありますよね。 ありりまますあ,りますあのっていうあの位置づけで私なんか思っているのでその今牧先生が、まあ、あの心理学と経済学両方使いながらあのそういう応用分野の課題に対してアプローチしてますっていうのはすごく納得できるというかあそれはそれもありだよなと思いながら伺ってるんですけど日本でその牧さんがあのちょっと違和感を感じるような方はど,どういう考え方を持つっていうことなんですかね。 多分、経営学っていうのが領域の学問だって言いながらも実際には手法とディシプリンがあると思ってる人たちなんだと思います。あ<ー>で、えーと、そうすると狭い世界になっていってしまうので、えー、とそこがあの まあ別にあの多様性ならでそういう分野があるのはとてもいいことなんですけどえー、っとうまくカリキュラムとかあのもしくは研究法みたいなことのビジネスクールの教え方みたいなところで言うとあの会話が噛み合いづらくなることは確かですかねうんただなんか僕それも研究活動自体もコミュニティ活動なのでうんえっと もしそれが大事だって言うんだったらもっとオープンに人を巻き込んででかいムーブメントにしていかないとダメだと思うんですよね。で、そういう意味で言うと、あこれ大事だなと思ったんですけど、最後のコロナ前のアメリカ出張が、えっ、ー、と、去年の1月にデューク大学だったんですけど、<う>えっと、イノベーションとアントレプレナーシップ分野の えっと、フィールド実験だけを扱う研究者のワークショップの1回目だったんです。でこれ手法に縛られたこう、まあ、のワークショップって珍しいと思うんですけど、30人ぐらいいてあて、ちなみに隣に座ってたのがカリムでした。カリムちゃんほど主催者の一人で参加していて、で、面白いなと思ったのは、その時に最後、このワークショップ、今後どうやって続けていくかっていう議論の中で、 えとこの領域を広げるためにはこのメンバーでそれぞれの大学にテニアポジションを作らないといけないとその人たちがなのでその枠を作ることを考えようとうそうするとその枠を作るためにはジャーナルの本数がこのくらい必要になるので、えー、とそのジャーナルの、えー、とレビューをできるメンバーをこのくらい用意しようみたいな 戦略の議論が始まるわけですよ、ね、であ学問領域作るってこういう話だよなっていうあのつまり、えー、とサイエンスもソーシャルなゲームだと思うと。で,、えー、とでそういう努力の末にやなんか分野がやってきていくんですよね。で、まあ、ちょっと日本の大学自体がレジリエンスが。 あのな,いないというか、あ,のあんまりこうそもそも人事が動かないので枠がっていう問題もあるんですけど、あまりにもアカデミックコミュニティがそういう努力をしてこなかったっていう問題はあの結構感じるところがあって、日本の学会、そんなに出ないので、えーと、よく海外の学会もあんまり行かなくてあの、どっちかっていうと、さっきみたいに個人的に呼んでもらうワークショップ。 が一番結局楽しいので、でそこでの発表とかを授業で使ったりしてるんですけど、やっぱりそれは本当に先端的な知恵ですよね。で、まあ、そういうのはとても面白くて、で、あれ、ね、日本の学会の話に戻ると、まあ、組織学会は何度か日本に戻って出て、とても、あのまあ,あの、とても刺激的発表も面白かったです。で、これでもちょっと、これちょっとわわ、これもも問題発言なのかもしれないですけど、まあ、問題はない。 なんか組織学会って一橋か神戸か東大かの出身者しか入っちゃいけないコミュニティなのかなって感じなで, <laughs> で、そういうのは実際ないと思いますよ。だいやいや、たぶんと多分が学会運営で働く人がそういう大学出てる人が多いんでしょうね、うん、であの全くエクスクルーシブな感じじゃないんですけど。うんうん あのすごく分かりやすく言うと海外から戻ってって、まあ、慶応出身だったっていうのもあるから慶応の人少し調べるんですけど夜にね誰も飲み会誘ってくれないんです。ああ<ー>仲いい人同士で行っちゃうから。あ<ー>でこれは、えー、と学会の何かを語ってるなって思ったんですけど。あ<ー> <laughs> でもまあそれはまあ,あのいいとして、でも組織学会は極めてうまくいってる学会だと思います。それでもあのそういうふうには書いてただただ、やっぱりうまくいってない学会がとても多くて、でどんどん高齢化してますよね。ああ、そうでしょうね。で5、5年アメリカ行って,行って戻ってきてあ、同じメンバーがいまだにやってるんだみたいに思ったし、5年いると。 大体い,い,いろんな人に忘れられていて、挨拶しても、なんか誰この人みたいな、まあ、自分が太ったっていうのもあるんですけど、分かってもらえないみたいな感じだったんですね。ただ、学会の年齢の標準化を長いて、若い研究者がなんか来ないって嘆く議論をよく聞くんですけど、あのもうそれはさっきみたいな戦略を取ってこなかったからなんですよね。あのテニアポジションを 用意していない、できない、えー、と学者が、えー、と学会運営で次の世代を育てることはできないと思います。えー、とそのなんか基本的な、えー、のレイバーマーケットみたいなものを、えー、と作る努力があまりにも欠けてたこと、これが、えー、とボディーブローのようにこれから日本のこの研究者の がところで聞いてくるんだろうなっていう期間は持ってます。で、そういう意味で言うと、これとそれとつながる話でこの本を読ませていただいて思ったのが、スターサイエンティスト研究をやっていて、あこれ2年前に出た論文かなですごい面白かったんですけど、えっ、ー、と、えっ、ー、と、 アメリカの研究者何人かがやった研究なんですがサイエンティストの葬式のためにサイエンスは進むっていうタイトルの論文なんですよね。うんうん、でこれは何かっていうとスターサイエンティストの周りにはえ優秀な研究者が集まるんですで。で、領域広がるんです。で、じゃあそのスターサイエンティストがなくなるとその分野ってどうなるかっていうのを実証研究で調べた論文なんですけど。 結結論結構面白くて広がるんですよねでスターサイエンテストってあるところまでは領域を広げるんだけれどもその後に力を持つようになると,、えー、と研究費の予算の分配の権限とジャーナル学会で力を持つのでどのジャーナルに通すかっていう権限を持ってしまってその人のやってきたことを批判するような違う手法がその研究が参入できなくなるんですよね。でその人が亡くなった瞬間に 一気にいろんな人が参入するので研究コミュニティがでっかくなるという現象が至るところで起きてると。うんうん、これ、あのサイエンスの場合はでも、その地動説と天動説みたいな話で、あの地動説の人が天動説の人を理論で説得したんじゃなくて、天動説を信じてた人がみんな呪文を好きていなくなったからパラダイムが入れ替わったとっいうことだと思うんですよね。それと同じようなことが全ての研究領域でありえて、 そして日本が結果的にとても不幸だったなっていう言い方もできると思うのはスター研究者がたくさんある世代に過ぎたことなんだと思います。そのこんなにたくさんある世代にいて、うん、その下が参入しづらくなったっていうのは<ー>日本においては起きた可能性があるんじゃないかというふうにが一気に この10年ぐらいで世代交代交にもっとなりますよね、うん、あのその時にちょっとボロボロになるかもしれないなっていうまあまあでも逆にだからその時はまあでもこれもちょっと考え方なんですけどさっきの,あのスターサインエンティスト研究が正しいとすればでもそしたら新しい人が参入してくるから安心して引退してくださいねっていうのも一つの答えかなとは思ってるんですけど。 ちょっとなんか、日本の学会って次の世代を自分たちがどうにかしないといけないと思いすぎるシニアの方が多いかなっていう感じもして。ああ、今でもあの、それで言うと、なんか日本の経営学会ってかなり若返りは順調に進んでるんじゃないんですかね。あの、まあ、牧先生も含めて、さっきの清水博さんとか、あと、え琴坂さんあ確か。にねあの なまあ、そんなに学会からコンテンツーションできてないからあれですけど、でもあの、いいあのまあ、次の世代もい,い,いますよねさっき。さっきおっしゃった、その東大一橋、神戸以外の大学から出てるっていう感じになってきてるかなっていうので、いいなとは思ってますけどね。ああ、確かにそ。そういう意味では結果的にそうですね。それはそれでちょっと面白いかもしれないですね。なるほど。あの まあ、そ,うそういう意味で言うと学会もっと集約してもいいのかもしれないですね。うんうん、日本で学会多すぎてこんなに学会の運営に教員があの研究者がバラバラに力さえてたら多分パフォーマンス落ちちゃうしあのこんなに数はいらないっていう感じはあの、うん、していてだから集約してやるには十分なボリュームがあの確かにいるかもしれないですね。経、うん、学学者っっててていうか、まあ、経営学研究してる人たちって 日本で1500人いるかいないかぐらいのイメージじゃないんですかね。あそんな感じですか。それってどんなふうに数えるものなんですかいや、あの、最大学会のその学会の数らいの数、数え方ですかね。ああ、そういうことですね。ええー、組織学会が1500とか、それぐらいじゃないんですかあの印象論でしかないんですけど。なるほどね。確かに。そだから、うん、どうぞどうぞあ、いや,いや、そこいや、 も,もしかしたらでもなんかこの,この領域でゃなくて組織学会に入ってないような面白い研究者っていうのがどのくらい巻き込めるかの勝負な気もんますねって。そうですよねだから潜在的にはもうちょいさらにいるのかもしれないなっていう感じがあのしますかね。うん、あのそうですよね興味があるのはそのは若い今の 牧先生とかの世代の方々はあの、えーっと、これから日本語で書く研究をどういうウェイトでやっていくのかなーっていうのは興味ありますね。うんま、あの出版社の方と喋ってると、基本的な傾向としては、あの日,本日本語で本なんてみたいな。まああの 昔は白頭処方とかくら処方からあの研究所でも日本語の結構重厚感があるやつが出てたんですけども今、あの政教に行ってもそんな本全くほぼ,ほぼほぼゼロですもんね。そうですよね。教科書か啓蒙書を書いてるみたいな感じになってますもんね。確かにね。いや、そこは悩,悩んでます。あのただ、えーと あのやっぱり読んだ人にとってのインパクトその人が行動が変わるところまで行って初めて学者の役割を果たせたせと思うんですよね、うん、そう思った時のそのインフルエンスみたいな話を考えると日本人が日本語で日本の人に対してやるっていう。 方方法の方がエフェクティブなケースっていうのはおそらく残り続けて、うん、なので、えー、と個人的には一定比率でやっていきたいなと思っているところがあってまああとそうね学,学術書的なものを えとつまりどっちかというとアカデミックコミュニティへ向けての学術書っていうの。でそこを多く悩んでるのはスタ,スターサイエンティスト研究で PI3 年間やって、かなりいろんな事例とか分析結果まとまったので、まあ、本にするといいかなとも思ってもいるんですけど、それは完全に学術書になると思うんですよね、実務家向けっていうより。ただ、確かに引き受けてくれる出版社があるかなっていうところが一つと、あと、 分厚い本読む時間なくなってて結局あの僕本みたいな内容でもいいけど論文ぐらいの厚さにしてほしいなっていうニーズはあって <laughs> ちょっと難しい、ね、まあ結ケースの記述とかだと分厚くないとっていうところもあるからちょっとだからそうなんですよねえっ、ー、と学術書 の役割っていうのは、ちょっと書いてみたいという思いはありつつ。えっ、ー、と、悩んでいるっていうのが、うん。なところ。ですかね。スターサイエンティストっていうテーマで。啓蒙書を出すっていうのも考えてらっしゃるイメージですか。実務。えっ、ー、と、刑務所っていえば、なんか実務家への実践書ですよね。うんうん なくはないんですけど、工夫しないと売れないだろうなと思っていて、うん、ちょっとそのニッチなので、うん、あのそこは悩んでいるところです。うん、あのそのそ選択肢もゼロではないと思って 言いますがあのどっちかっていうと啓蒙書的に書くとする独裁的科学的思考法みたいなビジ<ー>ネスパーソンが必要つまりスターサイエンテストの研究してると彼らの思考法ってスタートアップにめちゃくちゃ向いてるみたいなことがよく分かってきてイイノベーションサイエンサエテストって。 みんなシーズンを出す人とばっかり思いつきがちですけど、マネージメントのプラクセスとしてもイノベーターなんですよね。でその、その思考法ってそのまま企業の人も学べるなと思ってあの、そういうケース教材書いたりしたんですけど、あと今度はあの、えー、と慶応の鶴岡の,あの富田勝さんと一緒に企業研修をやるんですけど、スターサイエンティストの思考法みたいな。なんかそういうのは本になって、それは刑務所になるかなという気もしてます。なるるほど,なるほどでちょっとだけひ,ひねりする ことが啓蒙書はいるのかなっていう気がして、ただそのスターサインティストの日本の事例だと、海外の人には受けないですよね。だから、あの、いや、英語で書いても多分読んでもらえないだろうな。まあ、あの、一個だけ、あこれも思って思ったのは、 日本企業の研究しますってアメリカ人にいくら言っても興味持ってくれないですけど、日本のサイエンス業界について研究しますっていうと結構興味持ってもらえるんですよね、アメリカ人でも。なんでかってやっぱり未だに、えー、っと、ノーベル賞のこうずっとこう、スタジックな出方とか、 サイエンスのへの投資額が、やっぱり世界有数の国で、アメリカにとってはいまだに、えー、と比較したい国の一つが日本であることは確かなんですね、サイエンス分野は。なので、えー、とそこはちょっとあの、やり方によっては、アメリカにとってもしかもなんか、アメリカのような仕組みじゃなさそうなのに、なんかノーベル賞が出てくるっていうのは不思議だ、不思議に思われるでしょうね。 あのそうなんですよね、そして結構調べてみると、アメリカに留学してない人が多かったりするんですよね、だからこう、あの面白いですね、あのえー、と福佐で UCLA にいるザッカーダービーってスターサイエンティスト研究の第一人者ですけども、彼女を前、日本に呼んだときに、彼女が一番好きな研究っていうのを発表してもらったことがあって、それが日米比較の研究なんですよね。 で彼女、まあ、ソシオロジストで、旦那さんがエコノミストで組み合わせでずっと論文を書いてますけど、あので定量研究でずっとこういい論文をたくさん書いてきた夫婦だと思いますが、彼女が一番好きなのは、定性研究なんですよね。で、あのスターサイエンスティスト現象が日米両方で起きてるんだけど、日本のメカニズムがいかにアメリカと違ったかっていうことを詳細に書いている論文。 でそれ結局アメリカの通止だったからトップジャーナルには載ってないんです。でも彼女にとっては一番好きな研究はこの研究だったんだって。で、そういう研究ってめちゃくちゃ価値があると思うんですよね。それを一つ今まで解決してきたのが本だったんだと思いますけど。で、うん、でも一方でなんか 学術書である必要もないのかもしれないですよね。えっと、つまりパ,パ,パ,パラダイムの変わり方で言うと20分のビデオでもいいのかもしれないしなんかあのアカデミアの知の評価のされ方みたいなものを少しなんか変えていくあのやり方もなんかありそうな気もして。 なんかちょっとスターサイエンティストなんかは研究なってるのは本じゃなくてなんかでもアカデミックにでもトップジャーナルでもないなんか知の提供の仕方、まあまあ、ワーキングペーパーなんかも一つそうなんだと思うんですけどつまりこれだけえっ、ー、といわゆるジャーナル自体のレビューがあのソーシャルな要素が強くなりアメリカ一極集中で アメリカのネットワークというか、まあ、インビジブルカレッジに入っていないといいレビューアーにもまサインしてもらえないみたいな状況が続くと多分そこの信頼が薄れ、えっと、そうするとワーキングペーパーのなんかいいねのクリック数の方が当てになるみたいなあの評価指標もありえるわけですよねなんかそうすると本の代わりにそれでもいいような気がして本も高いしわざわざ紙で売る必要もなくて で,でもそうするからどっちかというと大学自体がワ,ワ,ワーキングペーパーを評価するとか人事でなんかそう,そ,うそ,うそういうところで変えていくのがなんか一つの方法な気もしますねダウンロード数とかねダウンロード数とか、うん、あの売れる本っていうのは売れる本でやりゃいいと思うんですけどあのつまり啓蒙書的なアカデミアの出演に対してはなんか高く売らなくてもいいんじゃないかと思って。 デリバーさえする仕組みがあって、今まではなんとなく暗黙の了解的に、この出版社が出してくれれば、えー、とそれは佐読と並ぶぐらいのクオリティを担保されたという保証があるから、えー、と本っていう概念だったんですよね、きっと。なので、それは別に出版社じゃないところがその機能を果たせばいいんじゃないかっていう気もあのあのしました。ちょっと、なんか大衆化はしすぎない方がいいと思うので。 まあ、どううなんでしょうねこの辺もいやアカデミアの地の民主化みたいな話とアカデミアの地は誰が評価するのかみたいな話で、えー、とピ,ピ,ピアレビューもある種の民主化してきていない仕組みちょっと半端なだったと思うので完全に民主化しちゃってもいいのかもしれないなっていうあのところもあり得ますけど、えー、そこまで含めて人事に入れるみたいな、うん、そうですよねでもそうすると刑務所ばっかりになっちゃうからなんかちょっとやっぱり工夫が必要な 確かにね、なんかまあ、人事は難しいですよね、そのアメリカもなんかあの、え、この人、手には取れなかったのっていう人もいますよねいや、普通に見てるといい研究してるような人でも取れなかったり、りね、え、この人が取ったのっていうのもありますもんねあのなんかあんまりうまくいってない感じというか、まあ、日本よりマシな部分もたくさんあるでしょうけど、えー、あの、 まあこういういのはフェアかどうかはまあ完全にフェアっていうのは無理だしみんな価値観違うからですけどでもエフィシエントになってるかどうかも分かんないですよね今の仕組みは。よく、うんうん、はちょっとそういうアメリカの仕組みの中で研究はしたくないなって思いましたで日本なんかマシなところもたくさんありますよねそういう意味では。うんうん、中にあの牧先生はどうですかここの20年のの年間アメリカの経営学もあんんまりこうなすかねあの かつての、えー、マイケル・ポーターとかあの人たちが活躍してた時から比べるとあのヘンダーソン・クラークとかあのレビンサルとか、うん、ああいう人たちが活躍してた、まあ、クリステンセンとかからすると随分発信力がなんか弱いシグナルになってきたなという印象がなくもないんですけどそれはその今牧先生がおっしゃっているようなことと関わるんですかねアメリカのやっぱり教育システムが少しちょっと硬直化してるってことなんでしょうかね。 あーなんか3つぐらい理由があるような気がして1つはアメリカの,その,その教育システムの硬直化っていうのもあるでしょうし2つ目に世界全体のアカデミアの役割が下がってるんじゃないかっていうあのそもそもいうところがあるような気がしますし、うん、まあ3つってまあその2つですかねその2つが大きな要因なんじゃないかという気がします。まあ、でもなんか まあ確かにね、まあ、マイケル・ポータークラスの人って、まあなんか次の世代でパッと思いつかないところはありますよね。でも例えば、そのでもそうですよね、あのいい研究者って、つまりジャーナルでいいなって思う論文書く、特にイノベーション分野の研究者って、本も結構最近も書いてますよね。ださっきのあのあ ステファント・ムークの実験の話もとっても面白かったし、あと、えっ、ー、と、カリムの AI の本もそうだし、うん、あとあ、トロント大学のエジェイ・アガラールも AI のプレディクションマシーンだったか、うん、日本語までだったらいかもしれないし、うん、結構いい線いってますよね。あのそう、あともう一個は、やっぱりなんか、そういう人が、前まあ、昔からそうだったと思うんですけど、でも多分、 よりコンサル会社個人で作って企業とやっぱり実践的に動いてるっていう感じがあの結構してで多分それ結局それによってよりい研究テーマが思いついていい論文に書くっていうだからスターサイエンティスト研究的なサイエンスとビジネスの好循環みたいなのが経営学者でも、えー、っと動いていてでなんか 米国の方がそこにジャーナルもうまく入り込めてるんですよね日本でそれやろうとすると、うん、多分ジャーナルが抜け落ちて、うん、なんかそれ以外のもののサイクルになっていくような感じがしてでもそうですねあのでも発信力は下がってるかまあまあ下がってるんでしょうねまあそういう面で言うとスター系学者になりそうな人がもうあの なんすかね、大学に就職しないで企業に就職するっていうパターンもあるかもしれませんね、今なんか、うん、ありえますよねあの。経済学者が顕著だと思うんですよ。ハルバリアンが Google 映移ったりとかで、えーと、マーケットデザインみたいな分野があのもうかなり社会実装と近くて、っていうか社会実装そのものなのであの、そうなんですよね。そこはすごく いま,すよね、まあそれは、まあんまだもう,もう一個疑問の思うのはだから、ね、エ,エコノミストの方が社会に直接経営に役に立つことやってるなって思う時の <laughs> 経営学者よりもそこもちょっとだから経営学分野の手法のイノベーションみたいなところがあの必要なのかなと思いました。 ステファンの影響でもあるんですけど、まあ、養子自体がこうフィールド実験みたいな、とても強いあの分野で、研究者たくさんいるので、えー、とその連携の中であの、フィールド実験って、えー、と企業にとっ,とってもとってもいいチャンスで、えー、とつまり、試したいけど、うまくいったかどうか分かりませんでしたみたいなプラクティスばっかりなので、ちゃんとこう、あのランダマイズして、コントロールとトリートメント分けてみたいなことを、えっ、ー、と、 もうちょいリテラシーが高い人が担当者だったら3秒考えたらやれるみたいなことをほとんどやれてないみたいな現状の中で、えーとまあ、そういう教育プログラムを作り始めてるんですけどやっぱり東京って世界で一番企業の本社が集積している地域の一つなので、えー、と海外の研究者も日本企業と実験フィールド実験をやれるなら日本期待っていう人がすごい多いんですよね。どどんどんそういういい人人興味持つ人集まっていて なので、えー、と今、ちょっとそういう実験のデザインコンテストみたいなのやって、アメリカの研究者たちにも審査員やってもらったりして、いう流れをあの始めてるんですけど、これもやっぱりさっきの日米の壁だと思うんですけど、アメリカ留学帰りの人はみんな面白いねって言って協力してくれて、でそれ以外の人は、え、そんなのやる必要あるのみたいな。<laughs> 日本では、こう、似てないんじゃないみたいなことを言われたりするっていうあ<ー>。ああ。ただ、めちゃくちゃチャンスだと思います。あのー。うーん。これね、あの、いみじも、この、私が出した本の中で登場する人って、やっぱり、アメリカで学位取ってるんですよね。で。そうですよね。あのー。 そのこと自体はやっぱり何ていうんですかねあの、無視してはいけない事実を示しているような気がしますね。なんかのそうなんですよね、バ,バイアスというかあの、やっぱりでもアメリカの教育を受けたっていうこと、でもやっぱりなんかサイエンティフィックな思考性みたいなことなんですかね。うんそこの議論をし出すときに、えっ、ー、と、 アメリカで教育受けた人とそうじゃない人の差ってすごい感じるんです。MBA の学生も結構そうです。留学生でもアメリカの大学卒の人は結構そういうトレインを受けてるんですよね。なんかいろんな要素あると思うんですけど、そこは特にこの最近は感じますね。うん、まあアメリカのアメリカは。 の,あのアカデミアはやっぱり地の格闘技をやってる感じがしますけど日本は地の格闘技をやってる感じはしませんもんね。あ,あそこの差はありますね。あ,あそこだから僕もう1個アメリカで経験して思ったのは少なくとも世界で一番競争の激しい環境に身を置いたことがあるっていうその緊張感みたいなものが肌感覚であるっていうのは。 まあ人生においてなんか役に立ってるなって思うときあります、ね、うんやっぱりね、野球でいうとメジャーリーグの厳しさとか、そこで生き残る大変さっていうのを目の前で見てるとかっていうのは、やっぱり違うような気がしますよね。そうなんですよね。ただ、なんか一方で、とはいえやっぱりなんかアメリカ型がいいんだみたいなのもつまんないなと思っててか、あときわにアメリカのアカデミアに行くのを、局集中も終焉を迎えてると思うし。 だから日本的にずっと培ってきた経営学の強さみたいなものをもっと戦略的に生かしていかないといけなくてでその努力が今足りてないんだろうなっていうのはもう片側で感じますからやっぱり訂正研究でいいなと思う研究結構あるし、うん、あのなんかああやっぱりあの 定量研究って基本は仮説検証型にならざるを得なくてあのまあまあ実際は後から見つけたものをっていうこともあの定量で見かれてもらるすけどやっぱり定性研究って仮説がない中で仮説探索をできるこれ定量研究やってる人だったら絶対思いつかない説明だよなっていうことがやっぱり出てきてでそれって日本は世界で一番そういう まあ、定量的に言えば仮説面白い仮説が最もたくさん生まれているコミュニティだとも思っていてあのなんかそ,その強みはもっともっと活かせるといいですよね、うん、日,本日本の経,経,経営学をしている方ってフィールド調査している方すごく多いですもんね多いですよねそ,そ,そ,のその良さをなんかい活かすといいなっていう気は私も思いますね そうなんですよね、まあ、日本国土狭いから成り立ってるのかなってあのつまりアメリカって大学がバラバラにあってそして産業と一致してないじゃないですか大学の場所がだからフィールド調査できないんですよねの大学によってだけど日本だったらできるみたいなところがあってだからそれもなんか日本企業の特殊性を勝負するんじゃなくてそこから得られたデータの汎用性みたいなところ をもう少し、えー、と PR するともっと面白くってかもっと今のでも面白いんですけど違うターゲットオーディエンスにも面白くなる可能性はありそうですよね。うん、そうですよね。そういえばあのちょっぴりだけお聞きしたかったですけどあの、えー、エリックの 3M の研究のユー、はい、ザーイノベーションって その後っってどうなったんですかいやあのトップが変わってあの予算がなくなって終わりましたね。あやっぱり全く続いてないんですね。全く続いてない。そうかあの僕あのケース 3M のケースって大好きなケースでそして 3D プリンターとかシンセンとかメーカーズムーブメントとかがある。 今こそ必要なケースだと思っていて、それり古くて新しいケースだと思うんです。ただ、3M がどうなったかみたいなところがう,うまく説明しづらいのであの、学生の腹落ち感がちょっと減っちゃうんですよね。ただ、えっと、あそ,うそういう意味で言うといいケースありますかなんか、えっと、リードユーザーリサーチ的なものって、えっとセンの時代こそ。 もしくは誰もがものづくりできる時代こそえっとみんなが一番学ばないといけない最も今が使える時代だと思うんですけどなんかぴったりのケース教材が思いつかないんですようん 3M 以降でうんそうですよねなんかもったいなくててかあれ絶対教えないといけないトピックだと思うんで今。そうですよね、うん 今、日本ではないですよね。だから、海外で、でも今もって、あ,あのケースでやるとき、みんな 3M でやってるのかな。いや、そんな感じがするんですよ。いまだに 3M のケース、ハーボードのページ見てもベストセラーになってるし、うん、ハーボードに登録されてるケースですら、たぶん、リードユーザーリサーチの新しいケースはないんですよね。うん どうかな ?C って言うと、ペーシェントイノベーションって患者がイノベーションしてるっていう分野が最近あって、はい、そっちであるかもしれませんね。その患者自身がこう自分の難病を治すためにイノベーションをして。ああ、面白いですね。ありがとうございます。ちょっとそれ調べてみます。確かにそっかだから リードユーザーリサーチの、えー、と特殊な業界って意味で言うと、医療に注目すると当然、ね、一番出てくる業界ですもんね、うん、最近エリックもあの娘さんがあのヘルスケアでハーバードで PhD 取ったっていうのもあって、ヘルスケアすけかなり積極的にやってるんですよね、調べてるんですよね。あそうなんですね。まあ、そして、ほったらトピックですうね、今、うん、一番、あのうん、イノベーションが遅れていて、いろんなことをやれる。 うん、そう言われると確かになんか 3M 以降で典型的なっていうとすぐには思いつくレゴ,レゴですもんね、うん、それがあ、ねえークで、うん、まあ日本だとあのえっとなんかこう 本で出してしまってるんですけど、まあ、QR コードは用途革命という意味では QR コードはそうなんですけどね。そうですよね。なんかたぶん90分の授業でぴったりなケースって言ったらなかなか、そうなんですよね。m は名作ですね、そういう意味で。名作ですね、うん、確かに。でしかもなんかあの大企業がやったっていうところもとてもいいし、<で>うん、そうなんですよね。 でも確かにそういう意味では、あのエリックの持っているずっとこう体型みたいな話がとても面白いですね、彼のこうイノベーション研究の広がりの話で。うん、まあ。エリックはそういう意味で言うと、そういうなんかこう、先進事例、まあ、野中先生もそうですけど、見つけるのが上手なんでしょうね。そ、うん、そうですよねそれは それが得意な人と得意じゃない人、つまりこの本に出てくる人ってみんなある種得意な人ばっかりだったと思うんですけど、違いってこれだけ事例をためられて、なんか一般化するとすると、どんな特性だと思いますかあまあ,あの、意識して探しているか探しないかっていうのが大きいんじゃないですか。面白い事例を常に意識的にっていうことですね。 あの今風の言葉で言うとポジティブディビエンスという言葉ある,あるじゃないですかあるいい局面でその逸脱している事例というかそれをウーダループですかあれの観察のところからやるみたいなと同じで。はいあの こ牧先生なんかも意識されてると思うんですけどスターサイエンティストもそうだと思うんですけど平均像じゃなくてやっぱりそういうあの平均に収まらないところにいつも何ですかね意識しててしかもそ,そ,それがこうあの点から点から線線から面にこう展開するようなあのものなのかどうなのかっていうのを意識して見てるっていう印象ありますよね。 うん,うん、うん、なるほどねその確かに全員の共通点な気がしますね確かに確かにそれって教育可能なものですか生まれ持ってたものどっちでしょうかね僕は教育可能だと思いますねなるほどそれってなんか例えばアメリカの博士課程の時に学ばれた学んだ人が多かったですかねそれとももっと前だったんですかね小学校ぐらいとかうーん フォンヒッペルはフォンヒッペルはやっぱ博士課程ぐらいになったから、あでもマッキンゼー時代かもしれませんね。あの要するに、うんあの、ベンチマークするところを真っ先に見つけるってことですよね。それはコンサルティング業界にいたからそういうふうにしてるんじゃないですかね。コンサルティングの 業界ってやっぱりあの、ね、平野先生とか内田先生もそうでしょうけどやっぱり世界中の中で一番こうなんか先進的なものっていうのを絶えず共有しながらやってるところあるじゃないですかありますねはいまさにまさにそう,いうしそういう思考法をだからマッキンゼルにいた時にこう身につけたのかもしれませんねなるほどね だ早稲田でも平野先生とかあれじゃないですかあの内田先生とかお上手じゃないんですかそういうあのなんか先進事例見つけるの,ああのちょっと,とても上手だと思います確かにそれはそういうあのコンサル自体のご経験になるかもしれないですね確かに確かになだからそういう意味で言うとこの本 ススターサイエンティスト研究をやってるじゃいもう一つの形のスターサイエンティスト研究じゃないですか。経学の。そういう観点からもとても親和性があるというか、あ<ー>問題意識的にも、おお、なるほどなっていうあの、ある種の社会科学分野への外的な統制の検証みたいなあの観点からも読ませていただいて、あそううですすかありがとうございますとても面白く。 読ませていただきました。あの用意した質問はだいたいさせていただけたかなとな。あ、そうですか。良かったです。ここも。そうですね。あの質問はだいたいさせていただいてうい。うん,う,んうん。 あのえっとね、慶応の浅川先生とやりとりしてて慶応の浅川先生はすごく面白いことをおっしゃっていて研究者になりたいというふうに自分のところに来た人は自分の研究室は進めないとおっしゃっていてアメリカか、まあ、ヨーロッパの春日部に行きなさいとそちらがはるかに中長期的に見ても。あの いい,いいパスになるからっていうのであの自分のところでは博士課程の学生を取らないっていうのをおっしゃるんですけど先ああまあまあさっき取れないっておっしゃってましたけどもまあ取れたとしたらですよね。でも一般的にはアメリカを進めますね。でよくヨーロッパはあんまり進めなくて、うん えとえー、とイギリスを除いただからつまりアメリカがイギリスだけを進めるっていう感じででそれは僕やっぱり、えー、とスターサイティスケーキやってると大学の仕組みみたいなものも結構見ていてやっぱりコースワークの標準化みたいなものがある程度できているところでの博士課程の方が潰しが効くので,、えー、とでヨーロッパでそれが唯一アメリカ圏内に近く入っているのがイギリス。 でまあせめてカナダもそうだと思いますけどあのそこの標準化を、えー、とに入っておくことが研究者のパスポートとしての第一歩だと思うので、えー、とそれを進めますで、えーと。研究者になるんだだったたら、ただあの なんか今や僕博士は実務家においても普通に持っててもいい時代かなとも思ってるところがあってつまり博士レベルの思考力をもっと実務家をもっと増やさないといけないと思っていて、えー、とそういう人は別に日本の博士でもいいかなっていうあのただちょっとそのぐらい実務家の思考力を上げるようなプログラムになってないのであのもう少し博士課程も2種類 DBA なんかはもともともうちょいそういうことを想定したんじゃないかという気がするんですけどその場面には研究者ばっかり育ってる印象もあるんですけどあのっていう場合には日本もありかなっていう感じはしますよね。うん、あと、うん、もう一個は僕はたまたま青日本戻ってくるかどうかっていう時ハガストにあったあと相談した多分すべての人にアメリカ残れって言われたんですよね。 あのもうちょいアメリカに行った方がいいっていはテニアトラックの戦いが嫌だったから結局戻ってきたのとまあそのたまたま結局は早稲田にご縁いただいてで最初からテニアのポジションだったので。 まあなんかこれ逃すと次にまた同じチャンスがあっていうのと、まあ、しかも准教授だったのでの手際だったので5年向こうにいてもなんか同じオファーなような感じがしてだからそしたらこれはチャンスだと思って戻ってきたんですがただそのたまたま UC さんデーうーで博士時代に教えていた授業の評判がめちゃくちゃ良かったので博士の間から枠をもらってたんですよね。 でその枠が結局、日本に戻っても継続しているので、まあ、今はコロナでいけないですけど毎年夏はアメリカで教えるっていうポジションを持ち続けていってそれが自分の人生にとってはめちゃくちゃ大きくて、えー、とアメリカ、えー、とつまり今の収入の5分の1ぐらいはアメリカ大学からもらってるんですよね。 でやっぱりそのアメリカのアカデミックコミュニティの中に入り続けているっていう、えーとまあ、しかもそう,そういうシグナルって向こうの研究者も気にするので、あこの人、アメリカの大学で教え続けられるぐらいの人なんだとは思ってもらえるっていう、でそれがあるので、毎年夏にサンディエゴいといろんな研究者と出会いがあるんです、毎年、あのサンディエみんな来たがるし、あの夏に。なのでアップデートすることができているところがあって。 だからもう一個進めるとすると、アメリカで博士行った方がいいし、えーと、できればアメリカに残った方がいいと思うけど、日本に戻るんでも、えー、と片足向こうに突っ込み続けられる何かを持っとけっていうあのことをもう一個なんか付け加えるような気がしますね。そのための準備期間が博士というか、永久ライセンスを取るための準備期間が博士の5年間なんだよみたいな。 とところが側であると思うんですそれがこうコミュニティとのつながりみたいなところかなっていう感じですかね。まあ実際日本人で向こう行って向こうに残ってる研究者の人いますもんね。いますいます。でそういう人はやっぱりあの、ままあ、輝いて見えるというか本当頑張ってるんだろうなその辛さがわかるだけにあのやっぱりすごいですよね。うんなるほど。 あの私からはもうあの最後一つだけなんですけどあの、読まれた中で4人出てくるでしょ、経営学者の人、あのはい、伊丹さんあの、えっと、野中さん、藤本さん、延岡さん、はいはい、この4人の中で、牧先生はどの人に一番似てますかあの、えっと、アプローチとか、振る舞いとか。難しいですね、よく。 どっちかっていうと本読んだ時とき今の質問ともあの第一印象でと誰とも似てないなって思ったのがどっちかっていうと最初の率直な感想なんですが死にって言うとするとっていうことになりますけどでもなんかあんまりこの人っていう感じじゃないですね。う その質問のなんか背景というか意図みたいなのはありますか逆にどれが誰が似てるとかありますいやあのそういう面で言うとここまあ伸岡さんが一番典型的なアメリカの,あの PhD プログラム出たあの方の,あの、えっと、育ち方だなっていうふうには思うんですけど残りの3人はあのそういうのに収まらない <laughs> 方々で。 まあ日本から発信するとなるとやっぱりそういうことなのかなっていうもうあのどこにもない育ち方を自分でしていくっていう人なのかなっていう気がしたなって気がしますね。確かにあの結構波乱万丈ですよね。うん、うん <laughs> あの。確かにそっかそうですよね。まああとそのもう一個思ったのはやっぱり。 成果が出るまでに本当に時間かかってるんだなっていう、その人にもよりますけどっていうのは、特に野中先生のところとかは感じましたよね。あの、博士、なんか、アメリカの博士行く前とかって、アメリカの博士取るといい研究できるようになるみたいな、なんとなくのイリュージョンを持ってアメリカに行くと思うんですけど、実際には別に、あの、ライセンス取っただけで、 そかからがスタートじゃないですかそしてその道のりがいかに長く険しくてそしてその後に多分あつまり自分の中で言うとアメリカの博士に行くっていうのがまあまあリスクを取った変わったあの人生の試決定だったと思うんですけどなんかそういうのはあと34回はやんなきゃダメなんだなみたいな感じさせるのがまだではなかったとかだったりはしますよね。 ああそうでですすよねね確かに、ね、おっしゃる通りです、ね、でそこまでのリス,クがリスクが取れるかって言ってリスクが取れるかもしれないけどそういうアイディアが思いつくかみたいなそういう例えばあの防衛大学で移った経緯とかあそういう理由だったんだっていうのもすごい面白かったし失敗の研究ね。失敗の研究の、はい、でデータを取るためみたいなで紹介をもらったんですよね。 そんな発想でか、あと人生4つぐらい思いつけるからっていうと、ちょっとその発想力ないから、ちょっと似てないかもみたいな。<laughs> いやいやいや、そんなことないと思いますけど。でもなんか、そういう意味で言うとは、だからそっかあの、この本読ませていただいて、自分の今後のキャリアを、 考える上でのヒントもたたたくさんいただいたんいいいだだなっていうもちろんその時代バイアスみたいなのがあってこの時代だからっていうのも、まあ、言い訳的には言えるんですけどでもなんか本質的にはこの人たち今の時代でも同じようなことやったんだろうなっていう気がしてあのうんそういう意味で言うと、うん、自分自身のキャリアのヒントもたくさん確かにいただきましたねで特に誰に似てますかっていう質問をいただくことによってあそれを考えるいいきっかけにあの なりましたあとでもなんかに日本でもなんかあれですよねでもなんか一番似てるっていうかなんかこう思考性的にすごく相性が良かったのはエリックなんですよね日本人。あ<ー>で、まあ、別にこの質問って日本人から選ばなくてもいいと思うのでそういう意味で言うとエリックが一番似てるというかで、うん、たいなって思うロールモデル。うんなんか あのドイツから研究者たくさん集めてとかやりたいなと普通に思いますしあとなんか研究の発展の仕方の思考がすごいしっくりくるんですよねそうですよねし,しかもあの研究対象は全然アメリカの会社じゃないんですよねあそうですよね だ,だから、日本の企業が注目されてないからとかって、日本にいるとその、ねあの、あんまり発信力があ,のある研究できてない理由に使いがちなんですけど、エリック見てたら、そんなの関係ないじゃんと思えるね。そうですよね。あ,あと、そうか、だから、日本研究って何なんだろうみたいな、あのこれもちょっと差し支えある話では若干あるんですけど。 やっぱり今、アメリカでの日本研究やる人は減っていて、当然です。まあ、それは当然なんですけど、なんかやっぱり結構弱くなってるので、アメリカの研究者からの日本研究へのレピテーションが低いですよね。で、それが日本研究者のイメージの低さにつながっちゃってるんじゃないかっていう気がして、 で最後のところがやっぱりちょっと気になるところであのなんかちょっともち工夫していかないといけないんだろうなっていうまあていうか日本研究っていう概念はもういらないんだというふうには思うんですよねまあ日本の企業でまた世界的になんじゃこらと思ってもらえる会社が なぜか出てきたらまた別かもしれませんけどね。そうですね。でも何か、僕は何かあんまり日本にこだわらずに世界で面白いところ見に行く方が楽しいかなっていう気も。うん。あの。今まあ、だから僕に日本人でよかったみたいな得することがあんまりなかったからかな。ああ。 でも西海岸系のビジネススクールはそうは言っても日本人に対してまだ好意的でしょあと思います。というかあの人種差別みたいなネガティブな意味は全くないです。ただなんかあんまりプラスにすごい働くっていう,うあのことを研究、まあでもさっきのなんかサイエンスポリシーみたいなサイエンスビジネスみたいな話で言うとあの結構アメリカ人も食いついてくるから。でもな,なんか ゲ,ゲームのルールっていうけど、えっと、研究者のネットワークのカーレンシーみたいなのって、えー、例えば日本球へのアクセスみたいなのはちょっと邪道で、知恵で勝負するのが研究者だような気もするんですよね。つまり、あの人で集まれば、あの,あの人とか行けば新しい研究のアイディア持ってそう、また面白い話が聞けそうみたいなところで、 えっと、勝負していくのが研究者の王道で、えっ、ー、と、ある時期の日本研究日本人研究者は、そうじゃない、下駄を履かされていたところで、えっ、ー、と、甘えてしまって、えっ、ー、と、つまりそ、その価値なくなった時に、本当に面白い、えっ、ー、と、アイディアどんどん出してるのっていうところが、 なんかもしかしたら弱いのも日本の傾向なのかもしれないですね。うん、中途半端にいい事例が近くにあった方たにサボってしまうみたいな、うん。その辺は次の若い世代の方の課題ですかねですね、うん。と思います。でもまあ日本でも面白い事例はたくさんあるんだと思うので。なんかうん 見せ方なんですよね、たぶん研究の。経営学会の,あの大谷翔平がマキさん、牧先生をはじめ出てくるんじゃないですか。ああ、いやあの、頑張ろうと思います。なかなか最近あの、いろいろ授業忙しかったりして、研究が進まないなという悩みも多いんですが、うん。いや、どんどんやれることやっていかないといけないですよねあの。熱量から言ったら、やっぱり、あの、 私が対象にしたあのあの世代の方と同じぐらいの熱量を持った方出始めてる気しますけどね。確かに確かに確かにあの。そうですよねあのわ。若い世代でそういう人少なくとも目立ち始めてますよね。うん。で、それはとっても面白いですよね。うん確。確かに確かに。あと、新しいパラダイムの。 引っ下げてて登場できるかかどうかっていうい、ねね、あ,あとそうこの本んでもう一個いいなあのなんか留学したら戻ってきたらすぐ成果上げないといけないって焦りがあったんですけどなんか野中先生の話とか見て <laughs> あのそうじゃないんだなっていうことを、えー、と知れるっていうの、えー、例えばなんか野中先生のイメージだともう留学してすぐいい成果を出したみたいなイメージがあったんですよね。 あのそんなことは確かにあるわけないんだなと思いあのでやっぱりあのこのメンバー全員ですけど好きなことをやり続けているっていうことを昇進のためとかポジションのために研究してないっていうところはやっぱりとても大事だと思うしなんか論文の本するために研究してたら多分こうなんなかっただろうし。 なんか改めてそれは大事にしたいなと思ったらと、だらちょっと自信にあのなりました。だから本当に若い人たちに読んでほしいですよね。そうなるといいですね、そう思ってますね。あとその、まあ、若い方々で、まあ叩き台にしながら、こうなんか議論のネタになっていったといいなという気がしてますけど。そうですよね あ,あ,そうあとこの話そうこの本読んで今だからそういう意味でと早稲田の集積もとても面白いなあと思ってこの本に出てくる人が結構集まってますよね。うん、それもなんかこうしかもあの早稲田が経営の分野そんな強かったわけじゃないのであの本当に、えー、と外部から人を取ってくるっていうことを積極的に踏み切れたからやれたっていう。 つまりこれ他の大学でも再現可能な手法なんだなと思って中で育ててるわけじゃ全然ないしなんかあのいいろんな大学ででもっといきそうううすよねこういう環境づくりあのちょうどだから80年代に一橋があのこう,、えーこうね、研修の聖地になっ,たなったのと同じようなことを、まあ、根黒先生が早稲田に。